お前ならどう書く？メルトダウン起きてた。格納容器は限界を超えてた。東京、東日本、日本全体が危なかったんだ。それを知ってて隠したい奴らがいるんだぞ。お前んとこじゃ政治部の人間が書く原発の記事載せてくれんのか？どんな記事を書こうと俺たちにできることなんかない。緊急参集チーム、危機管理センターに集めて。はい。エレベーター止まってます。階段で降りてください。寺田さん、滝本さん、総理は直に着くはずです。寺田さん、委員会で寝てないでしょ？ああ、大丈夫です。若いで。新しい情報が入りました。電波確認お願いします。はい、了解です。地下何階ですか？ここ降りたの初めてですよ。俺だってそうだ。大臣を向かわせるかどうか問い合わせが殺到してます。情報を集めるのが先だ。形式的に集まっても仕方ない。震源は宮城沖です。マグニチュード 7.9。携帯なんだ。どうせしばらく繋がりゃしねえよ。ああ、それよりな、正面玄関行って大臣の出入り掴んでこい。はい。宮城。ええ。宮城沖 7.9。 あ、これ本社から。ああ、どうも。座ってろよ、ふくろ。下手に動くと怪我すから。怪我も何も。どうやって片付けたらいいんだで。秀一、あんた今日 1F は？
夜勤明け。周一、そっちいいから、こっちで手伝え。電源門が一般だ。岩手、宮城の津波の様子です。家が津波で流されている様子が分かります。何軒もの家が津波で流されています。黒い波が家や車を飲み込んでいます。沿岸にお住まいの方は直ちに安全な高台に避難してください。津波は2度、3度と襲ってくる可能性があります。第2波、第3波の方が大きい波が来ることも十分に考えられます。決して海に近づかないでください。ご覧いただいているのは岩手、宮城の津波の様子です。津波はこのあと日本各地に到達することが予想されています。震源から離れた地域にお住まいの方も海には決して近寄らないでください。津波警報が出ている地域で海の近くにお住まいの方は直ちに海から離れた安全な高台に避難してください。海から離れることが難しい時はコンクリート製の少なくとも3階から4階建ての建物のできるだけ上の階に避難してください。未だ通信網の多くが途絶しており、各地域の被災状況の詳細を把握するにはまだ時間がかかるものと思われます。福島第一原発ですが、手島さん、今どういう状況か分かりますか？今のところ特に問題はないと聞いていますが。福島第一原発交流電源喪失、全冷却機能停止。繰り返します。福島第一原発交流電源喪失、全冷却機能停止。全冷却機能停止。手島さん、どういう状況ですか？手島さん！わかりません。わかりませんじゃないだろう！原子力安全保安院の委員長に原発のことを聞いてるんだ。私は東大の経済出身です。ただいま地震のため大変混み合ってかかりません。携帯全然ダメっすね。始まらねえな会見。嫁さんからか。いや、つながりました。どこだ。ちょっと外します。今はまずい。官房長官の会見いつまで延ばすんですか。何か起きているんじゃないでしょうね。何かってなんだ。例えば
島とか。例えば原発とか。もしかして情報上がってるんじゃないですか。教えてくださいよね、坂下さん。会見は時期に始める。よくつながったな。そっちはどうだ。ああ、具体はまだ何も聞こえてこないよ、今のところ。今のところ、せっかく本店にいるくせに何やってる。さっさと用件言え。原子力担当だった横山さん、連絡つくか。あ、もう社外の人間だろ、何の用が。いいから教えろ。お前、なんか掴んだのか。まだだよ、お前ほどのんきじゃない。滝さん、おお、言ってくれるね。いいから早く教えろよ。本日16時36分福島第一原子力発電所において原子力災害対策特別措置法第15条1項2号の規定に該当する事象が発生し、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要があると認められたため、同条の規定に基づき原子力緊急事態宣言が発せられました。はい、横山さんですか。誰だ。あ、どうも。私以前お世話になりました、政治部の鍋島と申します。世話した覚えはないが。お話聞かせてもらえませんか。今それどころじゃないんだ。今しかないでしょう、横山さん。官房長官の会見見ましたか。ああ、原子力緊急事態宣言が出ました。一体何が起きてるんですか、福島第一で。政治部は何を知りたいんだ。もちろん全部ですよ。おそらく炉心の冷却装置がダウンしている。このまま冷やすことができないと炉心は溶け始める。メルトダウンってことですか。その冷却装置ってやつを動かす手は。外部電源で動かすしかない。外部持っていくんだよ、原発に電源を。一台でいいから出してください。ルートは今こちらで確保してますから。はい、国道115号線通行できません。迂回ルートも見つかりません。電源車を福島へ輸送って官邸がやることなの。それ東美電力のオファーですよ。でもこの通り道路はあちこちで寸断。電源車を確保できたとしても
自衛隊と警察で先導する必要があります。その指示をどこよりも迅速に出せるのは官邸ですからね。ダメなの？どうしてですか？はい。どうした？電源車重すぎて自衛隊のヘリでも運べないそうです。一台でいいからついてくれ。ベントしかありません。原子炉は今頃水蒸気でパンパンのはずです。しかしベントして水蒸気を抜けば冷却水が入る。そうすれば原子炉を冷やせるじゃないですか。簡単な理屈ですよ。ベントなんて、いや、いいですか。現場が待ってるのは電源車です。電源さえあれば冷却できるんだ。ベントなんて。冷却系生きてんのかな。ベントした場合放射能は水蒸気と一緒に外へ出る。電源が間に合わなきゃ他に方法はない。今電源車が福島第一原発に到着しました。よし、そうか。これでも現場が何とかしてくれますよ。よっしゃあ、よかった、よかった、よかった。どういうことですか。え、ちょ、すみませんじゃないでしょう。だく、何なんだ。ちょっと何、どうしたの。電源車プラグが合わなくて役に立たないそうです。はあ、運ぶ前にそのくらいのこと分かるだろう。東美電力ってのは電気屋じゃないのか。地震きます。で続くんだが、んで連絡ついたのか。野添さんとこ。野添さんちも香山さんとこもダメ。電話全然通じない。海の近くだからな。でもテレビだけだとほんと何もわかんねえな。ケンちゃん、また揺れたね。ああ、ケンちゃん大丈夫だったの。うちはなんとか。これお袋が持ってけって、おにぎり。なんだ、そんなんしなくてもいいのに。ケンちゃん
上がってけな。いや、ちょっと。俺ら、どうすりゃいいのかな。あんな波かぶったんだ。あそこで何起こってっか想像つく。俺も非番だし、じっとしてりゃいいんだけど。けど、同じか。考えたいこと。知らん顔してよって思ったけど、やっぱダメだな。行くべ。支度してくっから待ってて。テントの準備に2時間。実施は午前3時頃ですか。ベントで放射能はどのくらい外に出ますか。それは放出される水蒸気の量にもよるでしょ。これまでのデータではどうなんですか。いやいや、ベントなんてまだ世界中でやったことがありませんよ。1F と直接話せますか。電話をつないでいただきたい。緊急用の衛星電話番号すぐ調べて。ちょっと現場と直接話してなかったんですか。いやいや、本店から指示は受けておりますんで。ヘリのお手配はどのぐらいかかる。自衛隊に確認取ってくれ。はい。現場がどうなってるか誰に聞いてもわからないんですからね。自分で確かめたくなるのも無理ないですよ。けど大丈夫なのか。総理は官邸離れて。行かなきゃ行かないで叩かれるんじゃないですか。現場を見ずに判断したのかって。僕も乗りますから。何が起こってるかわからないんだぞ。原発その上をヘリで飛ぶんだぞ。帰ってこられる保証がどこにある。止められませんよ総理は。出発は朝になります。貧乏くじお前だけに引かせないよ。次は必ず俺が行く。はい。このベントに伴い原子炉格納容器内の放射性物質が、大気に放出される可能性がありますが、その量は微量とみられており、発電所から3キロ以内の避難、10キロ以内での屋内退避の措置により、住民の皆様の安全は十分に確保されております。すでに21時23分に、半径3キロ地区の避難は完了を
いたしました。現地の住民の方々は自衛隊、警察、自治体などの指示に冷静に従っていただきたいと思います。ありがとうございます。自衛隊のヘリで艦艇を6時に出発、福島第一に7時到着、8時には原発を離れ東北の津波被害を上空から視察します。戻りは11時過ぎには災害対策本部に間に合います。福山さん、ベントがまだ実施できてません。どうしてできないんだ。会見からもう1時間以上も経ってます。このままだと官房長官が嘘を言ったことになるんですよ。ベントしない場合爆発する可能性は。いや、それはもうゼロではないというか。え、その場合今の3キロ以内の避難で足りるんですか。いや、ゼロではないということはつまり、限りなくゼロに近いということだって。避難区域を拡大しましょう。10キロ圏です。皆さんは最高責任者でしょう。官邸離れていいんですか。まあ極めて異例だな。後で問題になるよ。視察って本当に意味あるんですか。危機管理能力に疑問ありだな今の内閣は。バス来てっから、これに乗っから。なんで逃げんの。わかんねえよ、俺にも。周一どうすんの。早くに荷物の用意しろ。お袋の分も急げ。なんで行かせたの。せっかく非番だったのに。周一が自分で決めたんだ。あれはあいつの仕事だよ。急がねえとバス行っちまうぞ。どこさ行くんだ。すぐに帰ってこれますから。弁当弁手で開けるしかないって。
けど線量高すぎてそばまで行けないらしい。俺ら来た意味あったのかな。そんなんまだ分かんねえよ。これからベントする。でもお前ら若いのは中に入れない。今は俺らおっさんに任せて、お前らはここでそのまま待機。いいな。小池さん、みんな疲れてっから、そっち気遣ってやってくれっか。しばらくは自宅待機。アメリカ人地震に免疫ないから。地震より放射の怖いです。地図で見ました。東京と福島とても近いです。福島から電力もらってるって知らない人東京にたくさんいるんじゃないかな。旦那まだ戻れないの？しばらく官邸から離れられないと思う。蒼太くん預かろっか。買い物とかあるでしょ。ありがとう。でも離れてる時に地震来たら怖いから。やりましたね。やりました。これで水が入る。先ほど1号機の原子炉格納容器の圧力を降下させる措置を行いました。このため放射性物質を含む空気の一部外部への放出が行われますが、管理された中での放出でございます。またこうした放出に備えて3キロ圏内からの退出と10キロ圏外に出ていただいているということは、まさにこれは万全を期すためでございますので、その点にご留意をいただき落ち着いて退避をしていただければというふうに思っております。東北の被害状況は想像以上です。自衛隊2万じゃ足りません。防衛大臣を呼んでください。5万人に増員するよう至急頼みたい。総理にも申し上げましたがね、爆発なんてしませんよ。
弁当したんだから。こんなペラペラの服で原発の中歩き回ったなんてどうかしてますよ。現場の人みんな防護服してましたもんね。どうだった？よかったですよ。言って総理も直接現場と話せて信頼できると思ったようですから。そうか、滝本さんもご苦労様でした。いえ、我々はただ現場を見ただけです。現場は手動の弁当決死隊を作ってでもやると言ってくれたんです。総理が言うより先にですよ。向こうは民間企業です。それを国がコントロールするのは本当に難しいです。じゃないんですか。これで終わりじゃないですよね。俺ら確かに若いですけど、もうそんなこと言ってる場合じゃなくなってますよね。俺らの番ですよね。お前らに言わせたくなかった。だがな、それはもうないんだ。こちらです。はい、どうぞ。はい、気をつけてください、足元。はい、はい、あっちへ進んでください。はい、あちらです。はい、大丈夫ですか？はい、はい、はい、気をつけてどうぞ。はい。
後3時36分の福島第一原発の映像です。今から約1時間ほど前、福島第一原発1号機付近からボンと煙が一気に噴き出しました。映像の向かって左側が1号機がある建物です。こちらから突然煙が噴き出しました。映像の感じでは何か爆発のようにも見えますが、煙本当に爆発かどうか現場に確認して、はい、急いで噴き出した煙が、はい、今福島から伝えてもらったように福島第一原発で動きがあったようです。今から1時間ほど前、午後3時36分ごろ、福島第一原発1号機付近から水蒸気と思われる煙が大量に噴き出しました。繰り返します。午後3時36分ごろ、福島第一原発1号機付近から水蒸気と思われる煙が大量に噴き出しました。ご覧いただいている映像の向かって左側が1号機がある建物。ないないない、映像でも流れておりますが、煙が…何してんの、あんた爆発はないって言いましたよね。放送された HF の映像は1時間も前のものです。どうして何の報告も上がってこないんですか。テレビの方が早いって何なんだよ。ここは官邸だぞ、お茶の間じゃない。福島ではリアルタイムでニュースが流れたそうです。ホワインには16時過ぎの時点で HF から連絡が入ってました。遅れてたの官邸だけか。もう少し状況がつかめるまで会見待ちますか。日本中が見たんだぞあの映像。会見はやるしかない。すでに、報道もされております通り、福島第一原子力発電所において、何らかの爆発的事象があったということが報告をされております。現在、総理、そして経産大臣を含めて、専門家を交えて、状況の把握そして分析対応に今全力で当たっているところでございます。爆発的事象って何ですか。爆発でしょあれは。把握できてないんだ、他に言いようがない。こんなんじゃ何も書けませんよ。こっちは外交員発表じゃあるまいし、政府は情報を握ってるはずだ。隠してるのはパニックになるのが怖いからでしょうが。外に出せる情報があればすぐに出してる。ありもしない情報どうやって隠せるんだよ。やめろってば。何かあったら向こうからかけてくっから。おめえだって喜んだべ、中一が HF に就職決まった時。皆さん、避難範囲が20キロに拡大されました。この避難所も使えなくなったんで、すぐ移動してください。ふざけんなこと言ってねえよ。何かあったんですか。詳しい状況は分かんないんですよ。どう
して分かんないんですか。 1F で何か起きたんですか。とにかく急いで移動をお願いします。お願いしますね。行くぞ、おふくろ。おめえも急げ。突っ立ってても首長戻ってこねえと。何だろう。戻ってくるわよ。これあとベーコンとか凍ったままだし、果物も大丈夫だから。どうしたのこれ。ここ出ることになった。国外退去しろってアメリカ人の社員全員に連絡が来た。あと中国人も同じ。本当のこと知らされてないの日本人だけかもしれない。なおくん、行きましょう。ごめん。気をつけてね。地震発生から3日目の夜を迎えました。私は明日から計画停電を実施することに了承いたしました。国民の皆さんに対し大変なご不便をおかけする苦渋の決断であります。私は今回の状況を戦後65年間経過した中である意味最も厳しい危機だと考えております。果たしてこの危機を私たち日本人が乗り越えていくことができるかどうか、それが一人一人全ての日本人に問われていると思います。私たち日本人は過去においても厳しい状況を乗り越えて今日の平和で繁栄した社会を作り上げてまいりました。今回のこの大地震と津波に対しても必ずや国民の皆さんが力を合わせることで乗り越えていくことができる、このように確信をいたしております。修正されましたね、マグニチュード 9.0 って何なんだ。こうやって飯食ってることが不思議に思えてくるよな。お願いします。
三電の笹岡社長が鑑定入りしたのか。うん、今日本中が大変なんだぜ。情報は共有しないと。どんな情報を手に入れたってな。俺たちにできることなんかもうねえんだよ。おい、おいおいおい、便所。三電は原子炉のメーカーだ。政府は中の様子をつかみたがってる。そんなもん直接現場に聞けばいいじゃないですか。つながってないんだ、官邸が福島の現場と。え、政府の発表は全部遅れてると思った方がいい。まだ悪い方へ転がるぞ、一江夫。この1号機の爆発ですが、建屋内にたまった水素が爆発したということで、建屋だけが吹き飛んで知らされて願ったの。俺らだけなんてな。この画面ばっかでマジのこと何も分かんねえしよ。本当に帰れんのかな。考えられるんでしょうか。まだはっきりしたことは分かりません。ただいま地震のため大変混み合ってかかりにくくなっております。爆発したとの情報が入りました。繰り返します。福島第一原発で天の湯終わりだ。3号機が爆発をしたとのことです。ただいまご覧いただいているのは福島第一原発3号機の映像です。大量の煙が3号機から上がっているのが見えます。今回も水素爆発で建屋が吹き飛んだという可能性が一番高いでしょう。1号機と同じ原理だと思われます。ただ心配なのは1号機の格納容器が無事なのかということです。爆発の規模が大きかったんじゃないかと。煙も高く上がっていますし、それにいろいろなものが落ちてきています。あれだけはっきり分かるということはかなり大きな落下物が落ちてきているでしょう。それと爆発の瞬間炎が見えてました。それだけ1号機の時よりも高い煙の色が1号機と違うな。水素爆発だということが今確認が取れました。今日午前11時1分福島第一原発3号機で水素爆発があったとのことです。現在ご覧いただいている映像はその時の福島第一原発の様子です。映像の中の煙はこの水素爆発によるものとみられます。これはですね、高温の核燃料と反応して水が分解して水素が発生するんですが、水素は軽いですから建屋の上の方に溜まってきちゃうんですね。3号機が爆発してから作業員は免震重要棟に避難、注水作業は中断しました。失礼します。
2号機の水位の低下が認められたようです。燃料棒が露出したのか。その確認は取れてません。次は2号機なんですか。相手は機械だ。正直に反応すればそうなる。東京はどうなんです。来てるんですかね、放射能は。人は選択するチャンスが何度もあった。あれが明るい未来のエネルギーだなんて嘘っぱちだ。ちゃんとそう書きたくて社を辞めた。それがこのざまだ。まだ社にいた方が欠けてたかもしれん。今度の事故で国民の考え方も変わるでしょうか。変わるならとっくに変わってるさ。あれが今の日本に必要だと思ってる人間は山ほどいる。本気でそう信じてる人間も。それを全部否定して回るほど俺は暇じゃない。しかしそう信じさせた奴らがいる。俺はそいつらに物申したいだけだ。当てがあるなら家族東京から逃がしてやれ。何ですかそれは。4号機だ。政府も気づいた頃かもな。ルートがあったら聞いてみろ。ちょっと待ってください。4号機は動いてないはずだ。だから怖いんだ。分かるように言ってくださいよ。ちょっと待ってください。いや本気で言ってるんですか。いやいや、だから簡単に入って言えるような話じゃないことぐらい分かってるでしょ。撤退するという電話だったんですね。枝野さんの他にもかかってきたはずです。電話を受けたのは官房長官だけじゃありません。総理は仮眠中で我々だけで協議しました。今一番まずいのは現場の作業員です。でも撤退イコール原発の放棄だ。いや、思いすれと認めるわけには。相手は民間企業なんですよ。そんなことは分かってるよ。20キロ圏まで避難は終わってたので、住民の大量被爆はギリギリ避けられるだろうと。だからあの時命の危険にさらされていたのは現場で作業に当たっていた700名の人たちでした。それで撤退もやむを得ないと。現在も福島第一原発では700名が作業中です。もしこのままいずれかの号機が爆発するような事態になれば、彼らの命を保証することはできません。発電所からの撤退を視野に入れる必要があると思います。撤退は認めない。本店に行こう。しかし向こうに統合対策本部作って官邸の人間を常駐させる。撤退を認めたらこの国は終わりだ。
法律の立て付けはどうするんですか。撤退ってことは逃げるって言ってるわけですよね。死ぬかもしれないから逃げようとしてるわけですよね。それに向かって政府が逃げるなんて言いますか。そんな権力が政府にありますか。それが法的に正しいってことをどうやって説明すればいいんですか。そんなこと言ってる場合じゃないんだ。本店ではモニターがあちこちとつながっていて、福島第一原発とも直接やり取りしていたんですよ。官邸にはその存在すら知らされていなかった。あの時本当に欲しかった情報は全くと言っていいほど官邸まで上がってこなかったんですよ。その撤退の電話本当にあったんですか。ですから何人かの閣僚宛に電話があったことは事実です。撤退なんて一言も言ってないと現場は言ってる。撤退を言ったのは現場じゃありません。あくまで本店です。今回のことの重大性は皆さんが一番分かっていると思う。福島を放棄した場合、何ヶ月後かには全ての原発、核廃棄物が崩壊して放射能を発することになる。そうなれば日本の国は成立しなくなる。日本が潰れるかもしれない時に撤退はありえない。60歳以上が現地に行けばいい。自分もその覚悟でやる。撤退はありえない。命を懸けてくれ、そう言ったそうだ。さっきまで中にいた本店の人間に確かめた。総理の話は記録したのか。いや、俺たちは中に入れなかった。撤退はない。そう言ったんだな。なあ鍋島、いつ吹っ飛ぶかわからない原発相手に命を懸けろって言ったんだ。それがどういうことかわかるか。命を懸けてくれ、総理はそう言ったんですね。あの状況では逃げても逃げきれない。だから覚悟を決めてほしい、命がけで取り組んでほしいと。総理は自分も同じ覚悟でやると言ったんです。その前に東美電力の神崎社長が官邸に呼ばれてますよね。ねえ、そこで神崎社長は
撤退はしないと総理に答えた。それでも本店に乗り込んだ理由は何ですか？政府と東美電力が協力してリアルタイムで対策を打つ必要がありました。撤退はありえないと言っておきながら、ただ任せておくというわけにはいかない。しかし実際動くのは現場ですよ。あの時撤退するなと命じれば、死ぬ覚悟で作業しろと命じたことになりませんか？だとして、それをあなたはどう思うんですか？撤退を認めるべきだったと思いますか？すいません、ちょっと中断してください。今ちょっと緊急事態で爆発音が。おい、作業員の退避。どうした？どうした？2号機はどうやらまだ保ってるようだな。これから起きることをできる限り洗い出してみた。はい。確かに4号機は停止中だ。しかしあそこのプールには使用済みの燃料棒が700本以上、それとおそらく炉内で使用中だったものも合わせ千数百本がむき出しで水に浸かっている。はい。その水が抜けたら温度が一気に上がり始める。どうしたの？あの、これ燃料棒の温度が限界に達すればメルトダウンだ。そうなったらもう止める手段はない。放射性物質の大量放出が始まる。避難はどれぐらいの規模ですか？少なく見積もって50キロ、70キロ圏で屋内退避だ。おい、土が汚染されればそれじゃ収まらん。100キロ以上にわたって住めなくなる。それに4号機がやられればそれが引き金になって他の原子炉も吹っ飛ぶ。そうなれば巻き込まれるのはまず250キロ圏、東京は間違いなく終わりだ。それがそのまま広がれば日本全体が終わりだ。状況ですか？4号機は1F の専門前、年間の許容量の8倍の線量になってるそうじゃないですか。ここまで来た責任はどこにあるんですか？なんで止められないんですか、坂下さん。坂下さん、教えてくださいよ。
書きますよ4号機のこと。書けよ。それであれが止まるならいくらでも書く。だから水なんですって。4号機の燃料棒がちゃんと水に浸かってるかどうか確認できるよう大至急手配してください。3号機付近で400ミリシーベルト、4号機付近でも100ミリシーベルトが観測されたそうです。ちょっと待った、ミリシーベルトってなんだ。マイクロシーベルトじゃないのか。単位が一つ上がってるんです。政府はそれ発表するのか。綺麗だね。ねえ、そうちゃん、そうたはどっか遠くに行くのやだ。うん、このうち離れて遠く行くの。どうして？幼稚園のお友達とお別れするの嫌だ。パパ？もしもし。すまん。あのな、まなみ、いいか、これから東京はどこに行けばいいの。西へ行けばいいと思ってた。でも日本中が揺れてる。原発って日本中にあるんでしょ。
普通に暮らせるの。1号機が爆発したのは注水に海水を使うなと艦艇が指示したせいだという証言もありますよ。あの時艦艇には政府の人間だけじゃなく本店の人もいました。注水をストップするよう指示したのはその人です。ただそういう誤解が生じるくらい情報は錯綜していた。我々は何の情報もないままただ目の前で起こったことに対処するしかなかったんです。待ってくださいよ。情報があればあの時本当に何かできたんですか。相手は怪物みたいなもんじゃないですか。日本人が初めて相手にした。されてる蓋開けると面倒だぞ。新しい調査発表が出るたびにいちいちひっくり返されたんじゃたまんないですからね。そっちこそひっくり返したろ政権。右へ習いしたのは国民ですよ。右向けって言ったのお前らじゃないか。聞きたいことしか聞こうとしないですからね日本人は。書きたいことしか書かないくせに。ま、お前たちの仕事はこれからだ。せいぜい調べてくれよ。俺たちだって何も見えてないんだ。ちょっと現場にいた人が何言ってんですか。現場は 1F だったよ。言い訳してくださいよ。俺たちは頑張ったって。2号機は水素爆発こそしなかったが一番大量の放射性物質を出したんだ。
格納容器は穴が開いてるかもしれん。4号機は？あれは入るはずのない水がたまたま入って救われただけだ。たまたまでこの国は救われたんですか？いや、救われちゃいない。メルトダウンで溶けた燃料はまだ中に残ったままだ。もし冷却装置が壊れたらどうなる？穴の開いた格納容器から放射性物質がどんどん出続ける。あの日に逆戻りだ。核燃料ってやつは燃え尽きちゃくれない。誰も逃げようがないんだ。日本はまだ国ごとなくなる可能性を抱えたままなんだ。横山さん、書いてるんですね。ああ、人はすぐに忘れるもんだ。福島は何も悪くない。今だって戻りたがってる人は大勢いる。あそこは立派な土地なんだ。だからこそ俺たちは書かなきゃならん。違うか？ここさえ入れる時間あんまりねえから、必要なもんだけにしろよ。やんないと。すぐに戻ってこれと思ったのに、もう帰ってこれないのかね。訓練はずっとしてたのに、事故起きちゃったら何もできないって、そんなのおかしいじゃないですか。まだできることなんかあんじゃないかって、現場の人間みんな戦ってたんです。だから撤退とかそういうの、自分らと全然違うところで話してるっていう感じっつうか。収束宣言を出したよね、もう前の政府だけど。ええ、あれ聞いて上司が一人辞めました。こんなんで収束っていうならもう勝手にしろって、付き合ってらんないって。
それでもまだあそこで働く？まだっていうか、ずっと遠くの村で牛飼って暮らしてた人があれさえなきゃって言って命捨てたりしてるじゃないですか。自分らもそれに責任あると思うんですよ。まだ何にも終わってないんですよ。まだ何にも。あの時日本中でテレビ見てた人たち今どう思ってんですかね。